メイキングオブ火牛を飛行に。セーラームーン月の最悪の黒木まりなです。セーラースターファイター聖夜公約の秋山千夏です。セーラースターメーカー大輝公約の中山明子です。セーラースターヒーラー夜天公約の多部未華子です。今回の冬公演もみんなね協力し合って一つの舞台を作り上げたよね、すごいあっという間でした。あっという間だったよね。楽しかった。楽しかったね、おまけビデオのねこれやりたかったんですよ。本当に私もやりたかったよかった。はい、ここは稽古場ですね。今回2回目の公演なんで3人の息も合ってるような感じだったんだけど、本当はどうなんですか？3人は本当はですね、何何、仲いいです、仲いいです、仲いいですよ、仲いいですよ、仲いいです、仲いいです、はい、仲いいです、はい、仲いいです、仲いいです、励まし合ってね。そうだね、3人ともね、こうなんだろう、相談とかなんかね、仲良かったよね。結構パッパって言ってた、結構ね、みんなで言いたいこと言ってて、いっぱい話し合ったよね。そうだよね、ほらこうやって話し合ってたもんね、ずっとね。なんか一人じゃなくてよかったなって、三人一緒でよかった。なんか夏公演の時と比べるとやっぱね違うと思うもん、見てても本当、なんかまとまってる感じしたよ。はい、よかった。あ、真剣だ。やめてください、やめてください。真剣ね、こうやってね、いろいろ台本見て考えたりしてるんですよね。夏にはね、なんか人間臭いところがなかったから、冬公演でやっぱり苦労したよね、3人とも。このように稽古中はみんなで教え合いながら助け合いながら頑張ってきたよね。マリナちゃん、ここでは何を教えてるんですか？あ、これはね、チビムーンがね、こうね、チビチビちゃんを助けに来るときに、ちょっと待ったって言って出てくるの。その時にね、ちょっと待ったとか言って、ね、可愛い感じになったからね、こうやって教えてるの。そか、できるようになったよ。でもマリナちゃんが優しく教えてあげたから。萌え可愛いんだよ。萌えもね、上達早いよね、素直に。頑張ってたもんね。頑張ってた。ここがやっぱセラミのいいところだよね。ほら、ねえ、できた。せーの、ちょっと待った。そうや、そうや、それや、それや。スターライト3人も支え合って頑張ってきましたよね。頑張りました。ここで3人の人間関係を教えてください。もうすごい仲いいです。その一言ですね。はい、普段はでも今度スリーライツです。面白い、面白いやつ。笑いが絶えません。いいことだね。2004年1月7日の午後公演でセーラームーンミュージカルは777回公演を迎えました。イエーイ、やったやったやった。
マリナちゃんどうでしたか。はい、あのアンダさんと一緒に歌って、もうアンダさんとずっと一緒に歌いたくて、そう私もってか本当今日ね見に 来てただけだったのに、いきなり竹澤さんに歌えって言われてじゃあノッキンダンダラ覚えてるからじゃあマリナちゃんと一緒に歌いたいって言って今日決まったんですけどね、うん、そうですね、はい、まあ、確かに お弁当食べちゃいましたしね。あ、ごめんなさい、うん、これが6年前のアンダさんです。あまり変わりませんよね。すごい可愛い。なんかこの記念公演でねノッキン一緒に歌えてねすっごい嬉しかったんだ。嬉しかったね、マリナちゃんね。はい、じゃあ皆様にご挨拶をお願いいたします。明けましておめでとうございます。777回おめでとうございます。はい、岩名美沙子です。ここが、岩名さんはなんか声とかも変わってないですよね、こう見てて。しかもお母さんになって、もう子供すっごい可愛くて、可愛かったね、すごいね、うん、4代目セーラー B です。宮沢あきこさん、どうぞ。あのさあのね、久しぶり。あのね、いやいや、怖い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 。あのね、あのね、ちょっとやめた方がいいよこれは。ちょっとね、思い出した、思い出しちゃってね。あ、リボンをね、すいません、桃子に返しといてください。すいません。あっこすんだ、あっこさん、かわいいね、変わってないよね、変わらないよね、本当にね、ヴィーナスだよ、すごい似合うよね。似合うよね。この伝説生誕をみんなで歌いましょう。こっちで、こっちで、皆さんこれ持ってますよね、歌いましょう、キャスカード、はい、今ひとつ戦いが終わり、ひとときの安らぎの中で流し合ったキララの涙、伝説へ静かに変わるでしょう。知ってるお客様は私たちと一緒に歌いましょう。
用可愛かったね。グッドアイディアだったね。すごいよ。あなたおばば。これ本当にバンってね叩いてましたからね。パンって聞こえた。どうもヘマちゃんです。おいしいしい、おいしいね。私もやりたかったの。私だけはけちゃったからさ。私は一人で耐えてたんだよ。私は袖で笑ってた。え、何に耐えてたの？え、面白かったんだよ、二人が。笑いに耐えてたんだよね。頼むよ、合図とか打ってくんないとさ。ここ聞いててほしい。ここ聞いててほしいよね。次だでしょ？次だけ。お願いしますよ。いや、ほら。何？いや、僕、待機だから。ここで。待機してたの。寒いよ。どうもありがとうございます。いいな。楽しかったよね。俺は誰を紹介してるの？次の方どう？美香子も頑張ったね。頑張ったね。すごい頑張った。ここまでやっててそうでしょうか。千秋楽ならではだよ ね本当 に、 本当に。私だって同じライズなのに全然知らなかったもん。そんなことやるなんて。ちょっと言ってよみたいな。え、私が普通のチビモンだから気に入らないのね。いや普通じゃないっすよ。大きいからね。エコーよろしく。準備準備。メイクアップ。エターナルチビモン。これいつ作ってたの。ね、本当にいつの間にって感じ。面白かった ね今回も。本当に面白かった。皆さん、これから千秋楽限定のラ・ソルジャー歌いますが、いつもいない方が歌って踊っているスペシャルバージョンです。うわー、つい発信しちゃうよね。よかったねって感じで。なんかね、この時ね、前列のお客さんとかね、うおーやってね、すっごいね、面白かった。この腰がね。頑張ったもんね。だって、うん、教えたもん。なんかね、廊下でね、会うたびにね、ちょっと来て教えて。なんかおまんじゅうとかもね、もうすれ違うたびにね、教えて教えてってね、2日間ぐらいで覚えたんだよ。すごいね、だき、覚えるの早いよ。ね、なんか大きいからね。そうそう、だからね、やるからにはね、腰を振ってね、ちゃんと。そうだね。でもすごい踊れてたよね。踊れてたね。頑張った。うん。本番中ね、いっぱい見てたんだけど、うん、いっぱいいっぱいだったみたいで、あんまり目を合わせてくれなかったんだよね。そうなんだ。見てねと思ったのに。緊張したんでしょうね、きっと。ね、集中してたんだろうね。そうだね。なんか面白いね。いいよね、やっぱ。タスがいるラスルも。史上初ですからね、出すからねって今もびっくりしちゃった。出すからねって言っちゃった。いいよいいよ、すごいねえ、うん、全選手揃ったみたいな。そうだよ、全選手だよ、ずっと言ってましたからね。これは貴重だよ。貴重ね。すごい、ほら真ん中で見て、ほらちゃんと回ってる回ってる。確かに細いからね、後ろに落ちないかと思ったら大丈夫。最後の決め、うん、決めだよ。デルレン、心を止める。
始まりに皆さんとセーラームーンミュージカルの公演で一緒に迎えることができてとても幸せです。そして今日無事に千秋楽を迎えることができました。これもここにいるファンの皆様のおかげです。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。遠く遠く無限の風に愛は終わりを告げやしない。空の鼓動に過去を癒せば夢が生まれる意志を聞く。過ちは時を止める。真実は涙を止める。役の穂坂優子さんが卒業です。4年間このミュージカルセーラームーンを支えていただきました。本当にお疲れ様でした。プーには私はずっと一緒にいて、稽古に行く時も帰る時も一緒にずっといて、もう本当に思い出がたくさんあって本当に親友みたいで、なんかすごいお母さん的な存在でもあり、相談できる大切なお友達でもあり、本当にいろんなことを教えてもらいました。プーちゃんありがとうございます。本当に本当にありがとうございました。ここで出会った全てのことを一生忘れません。みんな大好きです。ありがとうございました。